はい、どうもビタズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。今回紹介する、レンズです。今回はレンズはこれです。見ていただいた通り改造レンズですね。ダコラスーパーディグネットっていう、ドイツでしょうかの、カメラのレンズを抜き出して無理やりマイクロフォーサーズに使えるようにするっていう、やつですね。で、このマウントが C マウントという、マウントでして、シネレンズですかね、トイレンズとかあの Amazon とかね見てたら結構あるんですけど、マイクロフォーサーズで使えるトイレンズみたいな、すごい明るいレンズで、ただこのレンズ自体こういうこれぐらいサイズなんですよ、そもそも。で、まあ蹴られるプラス、F 値が明るいのですごい、明るく撮れる代わりにレンズの構成がですね、トイっぽく背景ぐるぐるみたいな、感じのレンズを使う C マウントという、マウントです。防犯カメラとか、そういうのも C マウントですかねで使われてると思います。いうマウントに、これをつけてると。で、このレンズ自体はもう1年近く前に、手に入れてて、で、その買った時に、壊れてたのかな本体が。で、まあレンズだけ抜き出してなんとかマイクロフォーサーズで使おうかと思って、で、一応仮のマウント、これとはちょっと違う、今回とは違う仮のマウントっていうのをですね作って、で使ってたんですよ。ただまあその工作精度がどうしても甘かったりだとか、しまして、車高もちゃんとできてなさそうな感じと思って、ちょっともう使わなくなってたんですよ。で最近またなんか改造レンズ作りたいなという、なんか気持ちになってきて、でうちの宝箱をあさってたらですね、これが入ってて、ああそういえばこれ持ってたなとか思って、でなんとなくいろんな過去に、分解したレンズの強度とかなんかそういうのとかいろいろ触りながらなんかできんかなと思って考えてて、その中でふと気づいたらこの C マウントが、目に入って、もしかしてここのネジ大きさ合うんちゃうかと思って、ここは、ね、ネジになってるんです。合うんちゃうかなと思って、やってみたらバッチリ合うという、ことで使えるようになった。ただですね、ここがなんでこんなブサイクな感じで出っ張らせないといけないのかっていうと、こいつのセンサーと、レンズの間の距離ですね、一定で組まないと無限遠が出ないと、風景の撮影とかですね、にできなくなっちゃうということに、なりますので、まあ仕方なく、こういう状態になりました。でまあどうしても微調整っていうのは難しいんで、こういう風にね間にスペーサー代わりになんか適当なリング入れたりとかして、一番まあこいつのポテンシャルが発揮できるであろう位置に、固定をして使います。で使ってみた感想はというとですね、まあコントラストの低い写真が撮れるなぁという感じで、まあなんか普通、もちろんあの普通に使う分にはちょっと難しいなと。でコントラストの低さは逆に言うと味にもなり得るなとは思うんですが、なかなか素の状態で、あの無加工の状態で写真、こいつの写真見るとやっぱりもっさっていう感じで、まあ天気が曇りの日に、撮ってたっていうのもあったんですが、っていう感じでしたね。で実際使ってるとですね、ここのこの黒い共同のところですね、ここがですね
内面が結構テカテカしてるんで反射して、光の入る角度によってはすごいフレアゴーストっていうんですかね。まあ光が漏れてるような状態ですね、フィルムカメラでいうっていうのが結構目立ちましたんで、まあ中はスポンジをですね、巻いたものを入れて反射止めるというので成功したんですが、それでもまあコントラストが甘いなと。でレンズがですね、多分コーティングとか一切されてないんですよね、もう普通の素の状態なんで、まあそういうこともあったりとかして、光に対してあんまり強くないのかなとは、思うんですが、まあそれはそれで遠いカメラチックに、使う分には問題ないのかなとか、思いながら使ってきました。結構作りしっかりしてるんですよね、このレンズ。高級感あるんですよね、なんかすごい気に入ってます。絞りは5枚刃でですね、5枚、五角形になってますよね。という、このレンズ自体はですねちょっと読めないんですが、ここに名前が書いてます。オプティチェワークステイインヘインムッチェン、わかんないですね。キャッシャー、まあ、ここの O から始まり、ここの R で終わるという、レンズの名前ですね。で F 値は 2.8 開放で、焦点距離 45mm 45mm っていうのは 35mm フィルムでの、計算ですから、マイクロフォーサーズでいうと倍の 90mm ですね。まあ 35mm で、まあ、これで 35mm で、これが 35mm、 外がね、外の外径が 35mm のフィルムとしたら、マイクロフォーサーズは真ん中の部分しか撮ってないと、2分の1のサイズなんで、トリミングしてるような状態ですね。普通の 35mm フィルムのレンズで撮ってる写真をトリミングしてるというような、状態なんで、ちょっともともと広角寄りのレンズとかであっても、マイクロフォーサーズで使うと中望遠レンズになったりとか、 35mm やったら 70mm になりますし、 50mm やったら 100mm になりますしっていうので、まあそれがいいのか悪いのかというとちょっと、まあどっちもどっちなんですけど、っていう状態なんで、できればまあ本当はね、この本当の画角で撮りたいもんやなと思うんですけど、そうするとなれば、ソニーのミラーレスですね、フルサイズのミラーレス α7 ですかね、がいるな。 α7 は10万確実に、中古でも超えるなと、買えないなということで、結局オリンパスの EPL5、僕はちょっとね使わないといけないですね。というわけで、作例を撮ってまいりましたので、ご覧いただきたいと思います。では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。